日本千葉県船橋市高根台高根台は千葉県船橋市の町名。現行行政地名は高根台1丁目から高根台7丁目。郵便番号は274-0065。船橋市東部に位置する。北で、三崎町、大穴町、大穴南、東で、松が、丘、南東で、奈良市の台、南で、西奈良市の南西で芝山、西で新高根。 北西で南山崎と隣接する。1961年に大規模な団地である高根台団地が造成されて以降人口が密集しているが団地の老朽化が進み一部は取り壊されたて替えの計画が進んでいる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば高根台6-8-6の地点で13万4千円平方メートルとなっている。 町名としての高値台は1963年11月1日付で地方自治法施行令第179条第2項の規定に基づき千葉県知事告示により誕生したこの時は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行を受けての町名変更だった日本住宅公団が実施した土地区画整理事業による地築分の終了を受け 高根町、奈良市の町一丁目、小賀釜町、大穴町などの各一部が、高根台町一から五丁目に変更された。それから10年後の1973年、従来の高根台団地に隣接地を加えた地域について、同年3月1日付で、住居表示に関する法律に基づく住居表示を実施。この際、周辺の奈良市の台一丁目、高根町、小賀釜町、 大穴町の各一部を編入した上で、新たに高値台6.7丁目が誕生したほか、前日の高値台町1から5丁目から町が削除された。比較的大地の高い位置にあったことから高値と呼ばれ、それが高値となったのが由来。高値台の町名は比較的新しく、現在の3.5丁目付近はかつて古和鎌木戸と言われていた。 現在の七丁目あたりは高根木戸と呼ばれ、神経成線の高根木戸駅の由来にもなっている。これは、このあたりが江戸幕府直轄の牧草地だった名残であり、周辺にも他に木戸の付く地名が多く残っている。高根木戸駅前の京葉銀行高根支店が立地している場所あたりは、かつての雑木林で道路と並行して山ばよけ土手が残っていた。 近隣の類似地名に新高根、高根町がある。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。新京成電鉄新京成線、高根高段駅が置かれている。この他高根台6丁目から近くの奈良市の台1丁目に新京成線高根木戸駅が置かれている。 またこの他場所によっては、北奈良市の駅、滝不動駅が、最寄り駅となる。かつては1から3丁目及び5丁目に、高根台団地が及んでいたが、2013年12月時点では5丁目、及び3丁目の一部地域で引き続き維持、管理されている。1.2丁目及び3丁目の一部は建て替えられて、アートヒル、高根台などに生まれ変わった。ありがとうございます。